はい、マジャリのチャンネルです。今日に勝ちました。6対2でね、ヤクルトに勝ちました。まあ今日の展開を軽く振り返っていきますとね、まあ岡本選手のスリーランで先制しました。あとね、坂本選手2000本までいよいよあと1本でございます。まあね、それはね、もう明日に持ち越しですね。で、その後岡本選手もう1本ホームラン、これで、ね、4対0になって、まあその後に村上選手にホームラン打たれて1点返されるんですけど、石川慎吾選手久しぶりにホームラン、5対1からね、坂本選手ショートゴロの間に1点入りました。で、6対1で勝ちました。というわけでね、まあ、今日は早く終わっちゃいましたけど、明日坂本選手多分達成してくれると思うんで、ちょっと僕明日から旅行に行くことでね、ちょっと見れないかもしれないですけど、まあ頑張ってみたいと思います。じゃあ今日の動画終わります。ご視聴ありがとうございました。